ここが俺たちのアジト。这里就是我们的基地。アジトっていうか、何かの事務所みたいだけど。基地、感觉上像是什么的公司。みたいというか、そのものズバリ。不是什么感觉啦，就是。フォルトナエンターテイメントって聞いたことがないか？你们有听过福尔图纳娱乐吗？知ってる。キリアが所属してる芸能事務所。我知道，这是乌雅的演艺公司。さすが翼ちゃん。でここがそのフォルトナエンターテイメントだ。不愧是小易，这里就是福尔图纳娱乐了。本当？这真的吗？你怎么能够带我们到这里来呢？表の顔は芸能事務所、裏の顔はミラージュ事件の調査隊。表面上是演艺公司，但是其实呢是解决幻影事件的调查队。それが俺たちフォルトナエンターテイメントなんだよ。这就是我们所在的福尔图纳娱乐了。で、二人には教えてなかったけど、俺がお世話になってる芸能事務所ってわけだ。所以我虽然没有告诉你们两位，不过呢这里就是我待的演艺公司了。どうして教えてくれなかったの？你怎么没有跟我说啊？そうだよ。そんな組織に入ってるのを隠すなんて水臭いじゃないか。对啊，你居然隐瞒我们加入这种组织，真是太见外了吧。キリアと同じ事務所だって教えてくれたら絶対にサインもらってって頼んだのに。如果你跟我说你跟乌雅是在同一间公司的话，我一定会请你帮忙跟他拿签名版的，拿签名的。手机？你是想要这边的吗？というか、翼ちゃんのそういう反応が予想できたから教えなかったんだよ。啊，我就是知道小一会有这样子的反应，所以才没有告诉你们的。啊，这不重要了，懂吗？乌雅在哪里呀？ここにはいないぜ。他不在这边啊。どうして？为什么？那落ち着けよ翼ちゃん。キリアさんは仕事だよ。你冷静一点啊，小易。乌雅小姐她正在工作。ただでさえ忙しいのに、今はライブも控えてるんだ。她平常就很忙了，现在又有演唱会。それこそ分刻みのスケジュール。俺ですらキリアさんの顔見んの超久しぶりだったんだぜ。他的行程可是分秒必争的，连我都很少见到乌雅小姐呢。翼ちゃん、小易。何してるんだ？你在干什么？キリアがいた空気を吸い込んでます。これがキリアが吸った空気。幸せ。我正在吸乌雅他待过的这个地方的空气啊，这就是乌雅吸过的空气啊，我好幸福啊。どうそうだ、二人に会ってほしい人がいる。啊，对了，有个人我想要你们去见一下。会ってほしい人？要我们去见一下的人。あのドアの向こうにな。嗯，就在门里面。ほら、翼ちゃんもいつまでもトリップしてねえで。好了，小雨，你不要一直在那陶醉了。もう少しこの空気を。再让我吸一下这空气。这里是哪里呀？ビルの中にこんな場所が。
在大厦里面居然有这种地方。驚いたろ？ここは俺たちミラージュマスターや高いパフォーマーを持つ選ばれし者だけが入れる特別な場所なんだぜ。吓到了吧？这里是只有我们幻影主人还有身负着很强的业力的授权者才能够进入的特别的地方。この空間、何か懐かしい感じがするな。这空间感觉上挺怀念的呢。ええ、私もよ。なぜかしらね。我也一样。这是为什么呢？シーダ、今までどこにいたの？シーダ、你之前都去哪里了？どこって、翼ちゃんと一緒にいたぜ。ただ見えなかっただけだ。他没有去哪里呀，就跟小雨你在一起，只是你没有看到而已。このブルームパレスでなら実体化できるんだよ。他们可以在这个花园宫殿里变成实体。喂，七七。あ、トーマお兄ちゃん。啊，トーマ哥哥。この子はどこかな？这个女孩子好像有看过。確かに驚いたよ。真的吓我一跳呢。まさか。下の女の子にお兄ちゃんって呼ばせて、あれ、この子どこかで見たこと。多玛居然让一个年纪比他小的女孩子叫他哥哥，这个女孩子我好像在哪里看到过。啊，そうだ、チキだよ、ウタロイドのチキ。啊，对了，是琪琪呀，是唱歌机器人的琪琪。唱歌机器人真的有。ナイスなリアクション、アンガトさん。というか変な容疑をかけないで、最初からそっちに反応してくれ。啊，多谢你的反应这么的精彩啊！倒是在你做出这样子的反应之前，可不可以先不要有那种怀疑的那种态度啊？紹介するぜ。二人も知ってるウタロってのは仮の姿。チキの正体はミラージュだ。我来为你们介绍，你们两位都知道了，这个唱歌机器人只是他的表面上的模样、身份。琪琪的真正的身份是幻影。ブルームパレスにようこそ。待ってたよ、お兄ちゃん。欢迎来到花园宫殿，我等你很久了呢，哥哥。俺もお兄ちゃん。你也叫我哥哥？お兄ちゃんって呼んじゃダメ？不可以叫你哥哥吗？別に構わないよ。是没有差了。やった！ありがとうお兄ちゃん。太好了，谢谢哥哥。お礼を言われることじゃないって。それより翼の危険を教えてくれてありがとう。这也没什么好谢谢的啦，倒是谢谢你告诉我小翼他有危险了。私はそれくらいしかできないから。不用，我也只能够这样子做而已，我也只能够做到这样子而已。本当は私自身が助けに行ければいいんだけど、私はここでみんなの無事を祈ることしかできないから。其实应该是要我自己去救的，可是我只能够待在这里祈祷大家平安无事而已。それってどういう意味？这是什么意思呢？私は他のみんなとちょっと違ってブルームパレスに縛られてるんだ。我跟其他的幻影不一样，是被束缚在花园宫殿里。そんなことよりお兄ちゃん。クドムとシーダの記憶は？二人は記憶ある？倒是哥哥，
克罗姆还有西达他们有记忆吗？克罗姆もシーダも自分がなぜここにいるのかわからないって記憶を失ってるみたいだったけど。克罗姆还有西达好像都不知道自己为什么会在这里，丧失了记忆的样子。やっぱり。果然。もしかして、チキも記憶が。难道七七你也是丧失了记忆？理由はわからないけど、ミラージュはみんな記憶が曖昧になっちゃってるみたいなの。我不知道为什么会这样，不过所有的幻影好像他们的记忆都会变得很暧昧、模糊不清的。それはきっと不安だよね。这一定会让你觉得心里很不安吧。谢谢哥哥为我担心，不过我没有事的。克罗姆和西达が見つかって、找到了克罗姆还有西达。お兄ちゃんと翼お姉ちゃんはいい人そうで、今はとっても嬉しいよ。而且哥哥你还有小翼姐姐，看起来又像是个好人，我现在可是非常的高兴呢。七七，你真是个好孩子。私毎日遊びに来るからね。我会每天都过来玩的。ありがとう翼お姉ちゃん。谢谢小翼姐姐。自己紹介も済んだことだし、チキ、そろそろユニティの説明頼む。自我介绍也介绍完了，七七，那就该来说明一下融合了吧。ユニティ？融合。お兄ちゃん、パフォーマーを持ってるよね。あのね、パフォーマーっていうのは人の心に宿る表現力の結晶なの。哥哥，你拥有业力对吧？业力呢，就是存在人类心中的表现力的结晶。そんなパフォーマーを人間やミラージュに合体させて、新しい才能を開かせてあげる儀式、それがユニティだよ。把这种业力跟人类还有幻影合体在一起，展现出新的才能，这种仪式就叫做融合。新しい才能？新的才能？簡単に言えば強くなるってことだね。简单说就是会变强了。私は他のミラージュみたいに戦うことはできないけど。ここでユニティの儀式ができるんだ。我不能够像其他的幻影一样去战斗，不过可以在这里展开融合的仪式。ねえねえお兄ちゃん、早速私と一緒にユニティしよう。来来，哥哥，赶快跟我一起来融合吧。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。欢迎来到聚集了业力的奇迹的舞台，花园宫殿。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができるようになったよ。听我说，哥哥，现在可以做新的融合了。カルネージユニティって言うんだよ。叫做化身武器融合。新しいユニティ忘れずにチェックしてね。不要忘了来查看新的融合哦。もう帰っちゃうの？また来てね。要回去了吗？要再来哦。私にできることはこれくらいだけど、少しでもお兄ちゃんたちの力になれたら嬉しいな。我能做到了，虽然就这么样子而已了。不过能够帮上哥哥你们一点点忙，我就觉得很开心了。頼りにしてるよ、チキ。我们可是很依赖你的哦，七七。よかった。太好了。私
我会全力努力的。マイコさん帰ってきたみたいだな。五子小姐好像回来了。話があるから事務所に戻ってこいってさ。他说有事情要跟我们说，要我们回公司一趟。もう帰っちゃうの？你们要回去了吗？ごめん。でも必ずまた来るから。抱歉，不过我们一定会再来的。私もまた絶対に来るからね。我也是，我也一定会再来的。嗯，等你们哦，再见。やっほー。マイコさん、人が悪いです。なんで芸能事務所のことを教えてくれなかったんですか？五子小姐，你真坏耶！为什么你没有跟我们说演艺公司的事啊？まあまあ、いろんなこといっぺんに伝えて混乱させるのも悪いかなって思って。哎呀，因为我想说，一下子告诉你们太多，也会让你们觉得不知无所适从啊。それより、翼ちゃんのレッスン予約入れてきたわよ。导师，我已经帮你订好了课程喽。レッスン。课程。嗯，ダンスと歌をね。翼ちゃんはアイドルとしてデビューさせることに決めちゃったから。嗯。是舞蹈还有歌曲的课程，因为我决定要让小艺你出道成为偶像。正統派の青春派アイドルね。是正统派的青春派偶像哦。でもそんな急に。可是这么突然。慣れろ、翼ちゃん。マイコさんのプロデュースの仕方はいつもこんな感じだぜ。你要习惯了，小易。五子小姐她的经济手法总是这样子的。事件のことは？那事件呢？残念ながら事件はいつ起こるかわからないのよね。だからとりあえずレッスンしましょう。很遗憾，我们并不知道事件会什么时候发生，所以总之就先上课吧。翼ちゃんはアイドルいけると思うのよね。なんたってマイコさんがビビビって来ちゃったんだから。うん、我觉得小易你呀，很有资质当偶像呢。因为你一看到你呀，我就觉得好像被电到了一样呢。うちの事務所でアイドルとして活動してたら、キリアに会える機会だって増えるわよ。如果你在我们的公司里面。当偶像活动的话，那看到雾雅小姐、雾雅的机会也会变多哦。やります。我愿意。速答か。啊，这么快就回答了。速答だ。啊，马上就回答了。ちなみに、歌とダンスのレッスン、いつき君も一緒に受けてくるのよ。顺便说一下，这个唱歌还有舞蹈的课程呢。阿树，你也要一起上哦。俺もですか？我也要上吗？芸能の能力を高めることは、ミラージュマスターの能力を高めることにもつながるから、いつき君にも意味があるのよ。没错，提高演艺能力，这也等于会提高幻影主人的能力，所以这对小阿树你也是有意义的。それは。どういうことですか？这到底是怎么回事呢？ミラージュマスターとしての強さはエンターテイナーとしての力に依存するのよ。幻影主人的强度是与演艺人员的能力有关系。エンターテイナーとしての力に。演艺人员的能力。そもそも芸能はね、神事のための舞を源としているの。追根究底来说，所演绎呢，演绎的起源就是为了祭神的舞，为了祭神而跳的舞蹈。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。神力将会降临在演者、舞者的身上。
也就是目的就是为了要请神附身。神の力を身に下ろす。ひょっとしてミラージュマスター？让神力降临在身上，难道就是幻影主人？ええ。マスターがミラージュの力を使う原理は脳の神下ろしに通じるものがあるの。没错，主人使用幻影力量的原理就是与日本的一种叫做能的降神的仪式相通。だから歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を磨けば神下ろし、ミラージュの力を使う技術が高まるってわけ。所以去磨练唱歌、演技、演奏乐器、还有美术等等的跟演艺相关的技术呢，就能够提高请神，也就是幻影的使用幻影的技术。簡単に言っちまえば、エンターテイナーとしてすごいやつはマスターとしても強いってこと。简单说呢，就是如果他是个很棒的演艺人员，那他身为主人的能力也会很强了。私たちが表向き芸能事務所をやってるのも伊達屋水橋じゃないのよ。嗯，所以我们表面上在开演艺公司，这也不是为了好看或者是疯了。とにかくもうレッスンの予約2人分入れちゃったし、人生何事もチャレンジよ。嗯，总之呢，我已经帮你们两位定好了课程了。人生嘛，什么事情都是要尝试的。初レッスン頑張ってきてね。嗯，你们的第一次课程就好好的努力去上吧。いつき、翼ちゃん。骨は拾ってやるぞ。阿树、小易、我会帮你们捡骨的。なんで死地に赴く兵士を見送るような言い方？为什么你说的好像我们要去赴死一样呢？それは明日渋谷のレッスン場に行ってからのお楽しみ。フルコース頼んであるから期待してなさい。这个嘛。就等到你们明天去训练场、训练班、涩谷的训练班就知道了。呵呵，我可是订了全套的课程哦，好好期待吧。それじゃ、今日は解散。那今天就各自解散了。嗯，上课当天。忠犬八公，涩谷街头，这就是我们要上的训练班的地方了。どうした？怎么了？どうしたって、これから初レッスンだよ。你还问我怎么了？等一下就要去上课啦。おや、翼ちゃんいい感じに緊張してるわね。哎呦，小易不错哦，还会紧张吗？今日二人に行ってもらうレッスンスタジオ。五姊妹给呢，就可退休都可了哟。今天你们两个要去的那个训练工作室，就叫做乌头目演艺班。駅から横断歩道を渡ってすぐのところなんだけど、派手な外見だからすぐにわかると思うわ。你们从车站出去，经过斑马线之后就到了。
外面看起来挺豪装潢的，挺豪华的，应该马上就会知道了。まだ時間もあるし、探しがてら渋谷の街を探検してみてもいいかもね。反正还有时间嘛，你们去找的时候顺便逛逛涩谷的街头也不错。翼ちゃん、これから。これがあなたの芸能界への第一歩よ。小翼、这是你进入演艺圈的第一步。楽しいことも苦しいこともあると思うけど、すべてアイドルへの道だと思って頑張りなさい。それじゃね。这段期间啊，会有苦也有乐，但是你就当作是踏往偶像界的道路吧。加油吧。あなたがレッスンの先生ですか？请问您是为我们上课的老师吗？ Shut up！ まだ決めポーズの途中です。闭嘴！我还在想招牌动作呢。招牌？行きますよ。我要做了哦。バッドのシングもグッドにジューニー、バリーグッドマン、参上です。就算是拜拜的歌，我也会调整成 good 的 very very good man， 拜见。Very good man， Bad 的歌也会调整成 good。 オリベ翼です、よろしくお願いします。我是织布衣，请多指教。傻眼。OK 翼，私のことはバリーと呼んでください。 OK 小翼，你就叫我贝里吧。嗨，巴里萨，巴里古德曼。啊，是的，贝利先，贝利古德曼。知ってる人？你认识吗？何年か前にキリアさんのライブにギタリストとして出てたから覚えてる。因为好几年前，这个人曾经在雾雅小姐的演唱会中担任过吉他手，所以我记得。いろいろな伝説が残ってるんだよ。アメリカの超有名バンドの元ギタリストで、ソロアルバムでミリオンとか。这个人留下了很多的传说呢。他是个美国超有名的乐团的吉他手，原本是的，现在不是了。而在他的单飞专辑中，还卖了百万套，卖了百万张。等等的。でもその人もっと痩せてたような本人なわけないよね。不过那个人应该更瘦才对，所以不可能是他本人吧。小翼，那就是我啊。何キロ太ったんですか？你到底肥了几公斤呢？翼さ、小翼。对不起。気にしないでください。私がファットマンになったのは事実です。不用在意，我变成胖子是事实。昔の話です。一切都是以前的事。それでは次、そっちのボーイ、ネームプリーズ。那么。这边这位小弟呢 ？Name please。青い一樹です。よろしくお願いします。我是苍井树，请多指教。マイクはルーキーにレッスンつけていました。ここに来た今日、Everybody Rookies。五子呢，要我为这些新手好好的训练。来这里的呢，全部都是新手。頑張ります。我会努力的。
いい返事ですね。今日の私はやる気十分、通常の3倍速度と密度でいきます。好，很有精神的回答。今天我的干劲十足，会以平常的三倍速度还有密度为你们上课的。通常の3倍？別に3倍じゃなくても。平常的三倍，不用三倍也没有关系吧？知ってましたか？今日は秋葉で人気アニメ《ディア魔女イロハ》のフィギュアが発売される日です。你们知道了吗？今天在秋叶原可是发售了热门卡通迪亚魔女伊吕波的玩偶呢。特典付きの限定版は少しだけ、出遅れるわけにはいきません。附有特典的限定版只有一点点而已，我可不能够去玩了啊。お宅の何が悪い。阿宅有错吗？何も言ってませんよ俺。我什么都没说啊。限定版買えなかったら大絶望。さっさとレッスン終わらせたいので協力してください。要是买不到限量版的话我可就非常的绝望。请你们配合赶快把这课给结束掉吧。間に合わなかったらいつきにも行列に並んでもらいますよ。要是赶不上的话，我也要你阿树，我要阿树你去排队哦。わかりました。三倍でいいです。我知道了，就三倍吧。マイコからはスパルタコースでって頼まれましたから、本当は三倍でも足りないくらいで。五子他拜托我的可是斯巴达课程呢。哼，其实啊，就算是三倍也不够啊。ビシビシ行きますよ、ルーキー。会好好操你们的、各位新手。开始上课。何度言えば分かるのです。你要我说几次你才懂啊。翼の歌にはスズメの涙ほども魂がこもっていません。そんな歌はクソくらい。小雨你的歌根本连一点点的灵魂都没有，这种歌根本跟屎一样啊。いいですけ翼、そつなく歌うだけならレッスン次第でできます。バツ、その歌に熱狂や感動がありますか？听好了，小雨，你只是要唱一些无聊歌曲的话，那上课完之后你马上就可以办到。但是这种歌会有热情感动在里面吗？ないです。不会有的。今の翼の歌がそうです。それじゃステージに上がる意味なさん。现的小雨，你唱的歌就是这样子。如果是这样子的话，那你上舞台也是没有意义的。翼はもう芸能人です。お金をもらってパフォーマンスを見せるプロフェッショナル。小雨，你已经是演艺人了，是要拿钱去表演的职业人士啊。プロとしての覚悟を持ちなさい。その覚悟がないなら今すぐ事務所を抜けて芸能界をやめやがれ。你要给我有身为职业人士的觉悟才行。如果你没有这种觉悟的话就马上离开公司退出演艺圈。それはダメ。私はお姉ちゃんを探したいんです。だから。不行，我想要找姐姐，所以。翼の都合なんて私知らない。那是你的事，谁理你啊。今の翼の歌は自分のための歌です。メッセージが込められてません。献你的歌啊，
只是你自己为了你自己唱的歌而已，里面完全没有感受到你的讯息在里面。自分のためメッセージってどうやって歌に込めたら？为了自己，那要怎么样在歌里面投注讯息在里面？怎么样在歌里面投注讯息呢？答えを聞いては意味がありません。感じるのです。你问我答案没有意义，你要自己去感受啊。いつきも翼が言われてるだけと聞き流すなよ。阿树，你也要听清楚喽。虽然我是为了小易而说的。啊，はい。好好的。それでは、ワンモートライ。那就再来一次吧。好的。Stop！Stop！ このまま続けても時間の無駄。アニメ見てた方が有意義ですね。停停，再继续下去也是浪费时间。去看卡通还比较有意义呢。次も私のレッスンを受けたいなら。ディアマジョイロハ見て勉強してきてください。如果还想再上我的课的话，就去看看迪亚魔女伊吕波吧。看魔女，迪亚魔女伊吕波，根本是借故逃走吗？妈的！ごめん、伊月くん。私のせいでバリーさん怒って帰っちゃった。对不起，阿树，都是因为我让贝利先生生气的回去了。気にするなって、矢面に立ったのが翼だっただけだよ。不用在意啦，只不过是小易你成为了箭靶而已。アイドルって大変なんだね。なんかいろいろ考えちゃった。啊，偶像还真是辛苦哎，让我开始心里想的，开始在想一些别的事情了，开始让我若有所思了吗？你在想什么呢？もしかして、あやはさんのこと？难道是彩羽姐姐的事吗？嗯，よくわかるね、いつきくん。嗯，你真明白呢，阿树。まあ、なんとなく。嗯，就是觉得会这样子嘛。お姉ちゃん、こんなに厳しい世界で生きてたんだなって、ガツンとやられちゃった感じだよ。啊，想到原来姐姐是生活在这样严厉的世界啊，啊，感觉真的是让我很受创呢。レッスンも実際のアイドル活動も大変だったのかもしれないけど、そんな素振り全然見せなかったから。不管是上课还是实际的偶像的活动，可能都是这样子这么的辛苦，但是他完全都没有表现出来。家にいる時はいつも優しくて、テレビで見る姿はキラキラしてて、かっこよかったし。他在家里的时候总是那么的温柔善良，而他在电视上表现出来的样子又是那么的闪耀，那么的好看。啊，やっぱり私、お姉ちゃんと違ってアイドルに向いてないみたい。啊，我果然跟姐姐不一样，不适合当偶像。諦めるには早いよ、翼。まだ一回レッスン受けただけだし。小易，你要放弃还太早了，才只是上了一次课而已嘛。バリーさんが勉強しろって言ったアニメだってまだ見てないじゃないか。贝利先生叫你去看的那卡通，你都还没看不是吗？なんで笑うんだ？怎么笑了？小さな女の子向けのアニメ見てる姿を想像したらおかしくて。因为
我跟阿树你两个人一起去看那种给小孩子给小女生看的那种卡通，光是用想象的就觉得很好笑啊。でも元気づけようとしてくれてありがとう。そういうところ本当に変わらないよね。不过谢谢你帮我打气，你这样子的地方啊真的是一点变都没有呢。嗯，私もうちょっと一人で考えてみるね。またね、いつきくん。我会再自己好好想一想的。再见喽，小阿树。哦，啊。お疲れ。辛苦你了。お疲れ様です。あ、辛苦你了。你何？怎么了吗？大玉では助けてくれてありがとうございました。谢谢你在台语那里救了我们。気にしなくていいわ。不用在意。それより、さっきあなたの友達とすれ違ったんだけど、大丈夫？随分へこんでたみたいだけど。倒是，我刚才看到你的朋友，他好像很沮丧的样子，没有事吧？バリーさんにレッスンを受けたんですけど、怒られてばかりで。他刚才在上贝利先生的课，然后一直被骂。ま、それがバリーの仕事だからね。这就是贝利的工作嘛。ね、一番近くであの子の歌を聞いていたあなたはどう思ったの？那就在他身边听他的歌的你，觉得他唱的歌怎么样呢？うまかったと思います。そこまでひどく言われるものではなかったと思いますけど。我觉得唱的不错，应该不至于被那样子的骂吧。なるほどね。这样子啊。ね。あなたたちは歌手になりたいの？你们想要成为歌手吗？俺は違うけど、まあそんな感じです。我是没有了，不过就是差不多这样子吧。そう。这样。歌手の歌は言葉なのよ。歌手的歌啊，就是话语。歌手としての彼女は。生まれたばかりの赤ん坊で、だから言葉というものをまだ理解できてない。他就像是个刚出生的歌手一样，所以呢，他还没有办法理解话。だけど、赤ん坊にだって感情はある。それを伝えるために彼らは泣くでしょう。但是就算是婴儿啊，他也是有感情的。为了要表现出他的感情。因为要表现出他的感情，不是会哭吗？哦，哈。だから彼女は泣くように歌えばよかったのよ。所以他只要像是哭一样的唱歌就好了。その訴えをバリーは絶対に聞き逃さないから。这样子的表现呢、啊，贝利绝对不会看走眼的。つまり。レッスンの前に翼を泣かせればいいと。也就是说，在上课之前，要先让小翼哭。乌鸦一句话也不说了，拿出了什么东西来？演唱会的票 ，Steve Live。Steve 应该就是涩谷的。西部亚的西部吧，涩谷演唱会就对了。受け取りなさい。收下吧。这是要有。これは？这是。それは私のライブのチケット。这是我演唱会的票。ライブ？演唱会。あの子と二人で来なさい。您跟他一起来吧。そのライブから何を得るかはあの子次第だけど、だけどあの子なら能在这场演唱会得到什么，就看他了。不过他的话应该
いえ、何でもない。不、没什么。共演相手の剣やしろは超一流のアーティストよ。これからマスターとしてやっていくつもりなら、あなたにも得るものがあると思う。跟我一起同台演出的剑弥代是超一流的艺人。如果你以后要当主人的话，那么我想对你也是有帮助的。それじゃ、これからリハーサルだから。那我先走了，我等一下还要去排演呢。今日先帰っちゃってごめんね。今天我先走一步，真是不好意思啊。さっきはちょっとへこんじゃったけど、私頑張るよ。刚才我虽然有点垂头丧气，不过我会努力的。そんな翼にいいものがあるよ。小姨，我有个好东西要给你哦。好东西，いいもの。実はあの後、あの後キリアさんからライブのチケットをもらったんだ。其实啊，后来我有跟乌雅小姐拿到演唱会的票哦。マコトか、真的吗？マコトマコト、だから一緒に行かない？シブライブっていう合同ライブらしいけど、是真的是真的，所以要不要一起去啊？这是场叫做涩谷演唱会的联合演唱会。今度106のステージでやるやつだね，就是要在106的舞台上办的那个演唱会嘛。そうそれ。没错，就是那个演唱会。すごい、すごすぎる！太棒了，太棒了！というか、あのままスタジオにいたら、キリアさんからチケットもらえてことだよね。这说起来，就是如果那时候能留在那个训练班的话，就可以跟乌雅小姐拿到票了，是吗？帰らなければよかった、私のバカ。啊！要是我不回去就好了，我真是太笨了。来不及可以打卡拉伊加奈卡，反正都可以去演唱会了嘛，就好了吧。なんか少し損した気分なの。哇，我觉得我真的是有点亏到了。いつも通りの翼でよかったよ。チケットは当日レッスン場の前で渡すから。看到你恢复成原来的小易的样子，那就太真的是太好了。票我会当天在训练班给你的。看不了的国家路，太感谢了。演唱会当天。あ、愛月くん。そろそろライブ始まるよ。阿叔，演唱会就要开始了。那就去吧。それにしてもすごい熱気だな。说起来还真是热哎，这个地方应该说是热吗？很热闹。キリアと剣やしろの合同ライブだよ。当たり前だよ。这可是雾雅还有剑弥代的联合演唱会呀，当然的。キリアさんも言ってたけど、そんなにすごいのか、その剣やしろって。乌雅小姐也有提到过，那个叫剑弥代的，这么的厉害吗？こんなライブ、畑中八房じゃなきゃ打てなかっただろうね。这样子的演唱会，如果不是其中八房的话，应该是没有办法办成吧。畑中八房。其中八房。开始了，你们两个。
太棒了，乌鸦小姐真是太棒了，真的是帅爆，帅爆，かっこいい。ああ、翼が進めてた理由はよくわかったよ。啊，我已经能够充分理解到小翼你为什么会推荐他了。でしょ？对吧？キリアさんは歌うだけで、ステージに立つだけで、たくさんの人にパワーをあげられるの。乌鸦小姐，光是唱歌，光是站在舞台上，就可以给很多人力量。翼，小翼，翼，どうかしたの？小翼，你怎么了吗？私も聴いている人を元気にしてあげられる歌、歌ってみたい。我也想要唱。能够让听的人打起精神来的歌。キリアさんみたいに輝きたい。ステージの上で。我想要像乌鸦小姐那样子闪耀，在舞台上。翼。小翼。決めた。私決めたよ、伊月くん。だからこの前に言ったことは忘れて。决定了，我决定了，阿树。之前我跟你说的话，你都忘掉吧。この前。之前。お姉ちゃんと違って、私はアイドルに向いてないって言ったこと。我之前说过，我跟姐姐不一样，不适合当偶像。見ててね。私絶対にアイドルになるから。你看着吧，我一定会成为偶像的。キリアさんみたいにできるかわからないけど、ファンの一人一人に喜んでもらえる、元気をあげられる歌を歌えるようになるから。虽然我不知道能不能像奇莉亚小姐那样子。但是我一定会成为能够让每一个歌迷都高兴，能够鼓励他们的歌手的，我一定能够唱这样子的歌的。なれるさ。你一定可以的。応援するよ。今は何をしてやれるかわからないけど、きっと翼の力になる。我会帮你打气的，虽然我不知道现在我能够为你做什么，但是我一定能。会帮助你的。伊月くんの応援があれば百人力だよ。有阿树你在旁边打气啊，那就好像有一百个人在帮忙一样呢。得到新的业力。これなんだろう。私の中から。这是什么？从我身上出现了。业力在小翼的面前闪闪发光。自力で正解にたどり着いたみたいね、翼ちゃん。看来你自己找到了答案了呢，小翼。舞子さん。
五子小姐。キリアがこのライブを通して伝えたかったもの、それはきっと今あなたが感じているものよ。乌雅想要借由这场演唱会告诉你的，应该就是你现感受到的。そしてそのパフォーマーは、翼ちゃんが自分だけの正解を見つけたという証。你面前的这业力，就是小雨你自己找到自己的正确答案的证明。あなたはたった今新しい才能の扉を開いたのよ。你现已经打开了新的才能的门了，新才能的门。新しい扉。新的门。さあ、このまま次の八代くんの。好，再来就是迷代的。刚才下雨，现在空中倒是不像是有下雨的感觉。啊！何？あれ？那是什么？俺たちにしか見えてないのか？只有我们看到吗？あれ？体が誰？身体好沉重。ああ、全部めんどくさい。でも。なんでこんなに面倒くさいんだろう。啊，全部都变得好烦呐、啊！为什么会变得这样子烦呢？なんなのあれ？ミラージュの攻撃。でもあんな現象は見たことない。这是什么？是幻影的攻击吗？可是这样的现象我从来没看到过。我不会让你逃走的。逃がさないと言っているでしょう。我说过不会让你逃走的。どうしてあなたが？为什么你会？私の邪魔をしないで。不要妨碍我。その女からは大量のパフォーマーを感じるわ。殺さず生け捕りにするのよ。这个女人身上我感受到有大量的业力，不要杀了她，要活捉。待てよ。等一下。私の邪魔をしないでって言ってるでしょ。不是说过了不要妨碍我吗？阿树，躲嘛！我姉ちゃん，姐姐。翼，小翼。啊，吉利亚さん！乌鸦小姐。啊啊！何をしているの？ここは戦場なのよ。你在干什么？这里是战场啊！そんな、キリアさんが、キリアさんが、怎么会？乌雅小姐，乌雅小姐，你我的头。我要回幻影世界，继续任务。待ちなさい。待って。给我站着，彩羽。キリア。乌鸦。ごめんなさい。私のせいで。ごめんなさい。
对不起，都是因为我，对不起。くそ、ひどい怪我だ。一旦戻って体勢を立て直さねえと。可恶，伤势很重，得先回去重整一下才行。おいなさい。你们去追他。何かが起ころうとしている。今逃げ出したら渋谷が。いえ、この世界がどうなるかわからない。有事情要发生了，如果先逃走的话，那涩谷不，这个世界可不知道会变成什么样子。でも、私たちだけで、あんなにたくさんの敵、それにお姉ちゃんだって。可是就只有我们这几个人，要面对那样子多的敌人，而且姐姐她。甘ったれてるんじゃないわよ。不要再撒娇了。5年間ずっと探してたんでしょ。アヤハを救いたくても力がなかった。手がかりすらも。这五年间，你不是一直在找他吗？就连怎么样，就算想救彩羽，也没有能力，而且甚至连线索都没有。だけど今はそうじゃない。だったらどんな障害があったとしても。あなたは追わなくちゃいけない。但是你现在已经不是这样子的，所以不管遇到什么样的障碍，你都应该去追他才对啊。今のあなたたちはミラージュマスターよ。望もうが望むまいが、もう当事者なのよ。现在你们已经是幻影主人了，不管你们愿不愿意，都已经是当事人了。だったら。その運命を呪うのではなく、運命を超えなさい。既然如此，那你们就不是要诅咒命运，而是要超越命运。キリアさん、乌雅小姐。アヤハをよろしく。早く帰ってこいって伝え。彩羽就拜托你们了，告诉他要快点回。乌雅小姐，キリアのことは任せて。乌雅的事就交给我了。みんな、あとは頼んだわよ。気をつけてね。各位，接下来就拜托你们了，要小心了。任せてください、マイコさん。ヒーロー的にはこっから逆転タイムなんで。放心的交给我吧，乌雅。五子小姐，我会像英雄一样，现在开始。就是我的逆转时间了。俺たちがやるしかないんだ。看来我们是非做不可的。大丈夫だ、翼。俺たちがついてる。没问题的，小翼，有我们在。行こう。走吧。